っていきまーす。意外とうまそうでしょ。いきます。残り1名。ナイス。もう私の発明品を勝手に使わないでよね。タイミング合わせる。いやいや。今のよく我慢した。今のよく我慢した。うまくいった時。セッツェル。一ニス。キッチン、セジもいる。あ、ソリ。チェマビ、入ってる。残り1名。グレネード配置。スパイクを設置。今のは持ってかないと。今の持ってかないと。くそ。目を奪うわ。B そば。移動してる。ビビビビ。やったよ。キッチン取られてる。いやマジか、まだいんのか。ごめん。設置とキッチン。迷った、ごめんなさい。惜しい。ありがとうございました。ありがとうございました。GG。僕のカンちゃんいるかも。リロード中。おお。一体いるもんかな。壁を展開。設置。仕留めたわ。残り1名。以上カット。抵抗しても無駄だ。くっそー、落としちまった武器。あー、落とすかー。笑顔はナイス、ナイスナイス。ゴー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 。もうない。やばい、そのぐらい。飛べ。逃げられないぞ。天幕行くぞ。B メインの方行くわ。ナイス、うますぎ。おい、なんか拾ったぞ俺。世界一まずい。よく取れ、よく取れ。腹入ってる。サイトだ。敵。落ち着け、落ち着け、落ち着け。リラックス。必要なのはリラックス。オペいる？オペいる？いや、いらんす、いらんす。あ、ごめん、あぶねえ。飛びかけた。ナイスナイス。マッチポイント。お別れの時間だ。俺と勝負しようぜ。俺と勝負しようぜ。おめんちゃんよ。心理戦で勝つんだ。バロラントは。ないおつむをフルに活用する。まず壁炊きます。壁を展開。ここ取ります。ジェットショート60。もう入ってきているだと。入ってきているだと。最後の一人だ。うおつき、あれよ、うわ、振りすぎる、それ位置が。これは仕事に1票。うわー、怖すぎ。ナイスナイス、ジジー、ありがとうございました。ありがとうございました。
ちょっと最後勝てなかったの残念だな。心理戦。あらっす。でもまあ活躍はしたでしょう。ジャスの講習嗅いでくればよかったな、そういえば。見た？ジャスの。俺マジでビビったんだけど。昨日の話。俺衝撃を受けて、いや俺逆に見てみたかったの。俺逆にマジで見たかった。関取のおかげで俺関取もうはってもうすっごい汚い話するよ。ごめんめっちゃ不潔な話するけど、これマジでウケるからね。はって俺平らだと思ってたの、全部全部平らだと思ったので、その関取終わってこうベロで歯を確認したらボコボコ感触があったの、歯の。これをね、俺たちご飯みんなで食べに行ったんだけど、昨日マザーさんのその演劇を見た後に、普通の人間は言ってる意味が分かんないんだよ。言ってる意味分かんないの。ジャスは歯石が溜まりすぎて、この歯の真裏全部歯石だったの。溝がなくなるぐらいの歯石があって、真っ平らだったんだって。ロビンさん、釈迦、俺、ササティック、誰も最初ピンとこなくて、この話で。話聞いてるじゃん。ああ、そういうことかって分かってきて、ササティックが、切ったねって言って終わった話。顔がこんな歪んでた。ササティックの、こんな歪んでた。だ全部平らだったのが、全部歯石というか汚れだったの。やばくない？汚すぎるだろ、俺の歯は。マジ俺ね、汚すぎるだろ俺の歯は。人の営みをしてないことがお前は多すぎるんだ、ジャスパー。22でよかったね、本当に。これ25とか30で校内環境、これもう真っ平らだったら危なかった。22でもやばいよ、22でもやばいけど、まだ22、まだ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 22からやっと歯磨きするようになったしね。してないのっていうか、知らないけど。だって普通に、歯磨きはしてたら、ボコボコになるでしょっていうか、平らにはなんないだろ。どんどん人間に近づいてるジャスパーを応援してください。別に女性ファンは関係ないんじゃない？関係ないと思うよ。女性ファンっていうのは未完成なものを応援したがるんだよ。まず。アイドルを追う心理もそれだからね。未完成を見てると好きなんだ。もう未完成のゴンギャン。未完成っていう感じが、そのなんか擬人化したのが、田島圭吾なんだよね。逆に、今の状態で女性人気があるジャスが、なんか自分のその改善点を見つけて改善していった時に、すごいことが起きるぞ。武道館田島圭吾見れるぞ、これ。未完成だからこそ、なんだよね。ジャスのレディアントって。何もかも捨てたんだよね。何かに費やすカロリー量っていうのをゲームとご飯を食べるってことに全て費やして歯を磨くことを削いじゃっただけ。他にも多分削いでることはある。だから、俺も歯磨きやめればプラチナになれるんだよね。まずそこから。その一個ずつ削っていくとレートも上がってく。比例して。だからまあ歯磨きを俺がやめたらプラチナに行けるし、まあ、風呂に入んなかったらダイヤモンドに行けるし、筋トレをもしやめたとしたら俺はイモータルに行けるかもしんないの。いやそういう話でもないな。そういう話、いや違う、美容室に行くとか筋トレをするとかってゼロからプラスに持っていくことだけど、なんか歯磨きをするとかってさ、ゼロスタートじゃなくね？歯磨きをしてやっとゼロじゃない？そこを捨てるのが大切なんだと思う。そこを捨てるのが大切。俺はそれができなかったんだよ、単純に。いや、特殊技能でしょ。これをさ、自分の配信で話すのすごくない？俺はそれを、まず思えた。自分の歯の裏、真っ平らだったんだ、ぴょん。おもろいよ。めちゃめちゃおもろいよ。そこまで出す配信者って今時いないよな。すごくね。まあ、これちょっと。あのさ、ジャスパーの顔忘れてくんない？配信で判決出したことある。配信中に下ネタ言う。デブ、歯石で歯真っ平ら。
この4つだけでさ、顔ジャスパーっていう人柄知らなかったの、すごくね。どんな荒くれ者が配信してるのかと思う。いや、だから、今の4つを聞いてさ、ジャスパーっていうののことを知らなくて、いう想像するのってみんなあれやん、マザーやん。この立ち巻きしながら、タバコを吸って。でも、蓋を開けてみると、この可愛い男子なのよ。でも、それ、この4つを、ぐしゃってできるぐらいに、ジャスパーの個性は強いんだよ。そうなんだよね。ジャスはこれ、今、これを語っても別に、好感度は全然おらないぐらいの性格の持ち主だから、彼は。愛嬌とね。俺は、マザーさんの印象はね、その演劇を見ても爆上がりしてるから、俺は。でも配信会で一番汚い男だと思ってたんだけど。そういう系の配信者って、マザーさんだと思ってたんだけど。田島だったねって話しちゃった実は。いやーでも俺あの汚いって言ってたけどササティックな顔忘れらんないんだ。こんすごかったな。ササティックからすると大っ嫌いだろうからね。